ピース。ピース。どうも皆さん、企画室のコウスケです。今日は根本ひろやプロのフォームをいろんな角度から見ていきたいと思います。前の動画で触れていますが、譲れない点は立ち方重心ということで、力強く投げても下半身ブレてないなぁと感心します。スタートを頑張ってる初心者の皆さん、ぜひ下半身を意識してみてはどうでしょうか。前の動画をまだご覧になってない方は、先にご覧の上下半身に注目してお楽しみください。それでは本編の方をどうぞ。フォーム解剖。ということで、引き続きひろやプロに話を聞いていきたいんですけど、今回フォーム解剖ということで、どんなフォームに投げてんのかとか、どんな意識してんのかみたいなことをちょっと軽く聞いた後に、いろんな角度から激写させてもらいたいと思います。 OK です。お願いします。まあでも立ち方はさ、その言う通り左足に乗せて見て、これスタンスを作ってあげるみたいな感じですね。セットアップみたいなのを僕は意識的に取らないようにして、腕が固まるのがすごい嫌なんですよね。だからそのこうやって構えた時に、なんかここで前にユーミングっていう動作をしてあげて、ついてきて投げるみたいな感じにはなってますね。肘の高さはなるべく上げないようにしてますね。手首が多分この辺にあるんで、目線よりも下のところにあって、でその僕セットアップはないんですけど、そのここまで引いてきて、で、なるべくここの肘の90度よりも後ろで離してあげたいんですよ。後ろで離してあげたいから、なんかそのこれ以上前で離しちゃダメだよっていうところまでこう持ってきて投げるみたいな感じですね。投げ終わった時にパッて伸びるみたいな、ちょっと肘が上に跳ね上がるというか、そういうイメージで投げてますね。じゃあちょっといろんな角度から撮っていいですか。ということで、ざっくりご自身のフォームについて語っていただいたんですが、これいろんな方の企画をやっていて思ったんですが、自分の体に覚え込ませるってことが本当に大事っぽいです。他の方の撮影をしていても、体が覚えているものを強いて言語化すればって感じの方が多いです。ただその強いて言語化をするっていうことはものすごい大事そうで、根本プロも自分の言葉に置き換えてダーツのコツを得得することが、自分が AA まで半年で行ったコツだみたいなことを言っていましたし、以前出演してくださった金子健太プロも、方程式を作って当てはめなきゃ調子を崩した時に取り戻せなくなるっておっしゃってました。言語化した上で体に覚え込ませる的な。なんかやっぱ上手い人は最終的に言うこと似てくるなっていうのをすごい感じて、それとやっぱ見ていて根本プロ本当に根っこが生えてるのかってぐらい土台しっかりしててかっこいいっす。自分のフォームについて言語化してみる、2、体に覚え込ませる、それと3、下半身土台に関しては本当に初心者の方の盲点だと思うので、次回の練習の時に少し意識してみたらいいかもです。ということで、撮影お疲れ様でした。お疲れ様でした。本当にね、お疲れ様でした。ありがとうございます。またね。普段はどこで投げてるんだろう。普段は、町屋っていう西日暮里の隣の駅の、バレル町屋店ってとこで、週末スタッフしてたりします。あ、そうなんだ。平日は本業の関係で夜中しかいなかったりするんですけど、基本的に土日来てもらったりとかしたら、まあ、ジャパン内周とか、まあ、トーナメント内周は割といたりするかなって感じですね。じゃあちょっと貼っときます。
詳細をお願いします。遊びに行きます。そうですね、ジャパンの人もう一人いて、あとオーナーもパーフェクトのプロだったりして、あガチ上手い人だらけの、上手い人が多いんですよ。面白そう。なんでまあ、あとみんなすごい気さくで、常連さんもすごい気さくでいい人とか、まあ、もちろんスタッフもすごい気さくでいい人ばっかなんで、あと女性のプロもいますね。女性のプロ、スタッフで女性のプロもいたりして、すごいなんかどんな人でも来やすいように来ていただいたらすごい楽しく脱できると思うので、よろしくお願いします。全自動客も1台あります。明日行きます。ということで本当にありがとうございました。ありがとうございました。いろやプロでした。ありがとうございます。